皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はこれからね、秋口そして冬に向けてどんどんですね、季節が変わってきます。そんな中でバイクのセッティング、どんなところを変えていったらいいのか、冬に向けてこんなセッティングした方がいいですよっていう話をね、まとめてみましたので、そちらを見ていきましょう。チェーンルブは、まあ、梅雨時期だとウェットルブ使っている方、そして夏場だとドライルブ、そしてまあその他もろもろいろんな方がいると思うんですけど、僕からのおすすめとしては、今回ね、僕が使っているマッコフ製のもので例えますけど、まあ、夏場はこのね、セラミックのドライループ、そして、さっきも言った通り、梅雨時期になると、このピンクのですね、ウェットルブを使う方、もしくは結構、まあ、お金による余裕がある方とかだと、こういったハイドロダイナミックっていうね、まあ、セラミックのドライとウェットのミックスバージョンみたいな、まあ、すごくいいとこ取りみたいなですね、まあ、チェーンルブなんですけど、こういったものを使っている方、まあ、様々いると思います。冬場になると、どうしても、やっぱり空気が乾燥しますので、チェーンオイルがですね、やっぱり飛びやすい、落ちやすいというところで、あとはですね、雨が降った次の日とかだとなかなか道路が乾かず、まあ、ちょっとしたウェットコンディションの中を、走ったりすることがあったりとか、そしてその水がですね、チェーンについてオイルが落ちてしまったりとかっていう、まあ、シチュエーションがですね、やってくる可能性があるかなというところで、夏場はこれを使った方に関しては、このウェットルブに再びですね、まあ、梅雨時期と同じような形でウェットルブに冬場はですね、移行するだけでチェーンについているオイルの持ちがですね、良くなったりとか、あとは冬場のですね、気温が低い中でのライドにおいては、こっちのウェットルブの方がフリクションの低減というか、まあ、摩擦抵抗が少なくなるというか、まあ、効率よくなるというところで、僕はウェットルブをお勧めしています。で、先ほど言った通り、お金による余裕がある方、僕はいつもこれ使ってますけど、別にお金に余裕があるから使ってるわけじゃなくて、頑張ってこれを使ってるんですけど、これに関してはもういいとこ取りなので、まあオールシーズンこのオイルで問題ないんですけど、いかんせんこうやっぱり値が張りますんで、その辺はね、皆さんのお財布事情と、まあ、相談しつつですね、このチェーンオイル選ぶようにしてみてください。ウェットルブに関してはやはり汚れがつきやすくなりますので、ライド後、まあ、最初ね、洗車した後に、まあ、フレッシュなオイルをつけて走った後ですね、チェーンの中の方から、黒いですね、汚れと、そして外から外的要素でね、汚れが付着して、チェーンが黒くなるのが結構早いので、その汚れをですね、ライド後毎回ですね、ウエストで拭き取ることによって、このチェーンをですね、チェーンについた汚れをですね、まあ、たまらず、汚れがたまらないようにするためには、すごく大事な工程となりますので、そういったこともね、踏まえて、このチェーンオイルの選び方と、ライド後の、まあ、ケア、この2つ覚えておいてください。その2はですね、タイヤですね。夏場はですね、まあ、気温が高くて、21C のタイヤって今ないか、23C、25C、そして中にはもうすでに 28C を履いている方いると思うんですけど、気温が高い時は結構ね、ゴムが柔らかくて、まあ、指定の空気圧を超えなければある程度グリップはですね、します。冬場になると気温が低くなって、そのですね、普段得られていたグリップがですね、ゴムが気温の低下によって硬くなることによって、まあ、そのグリップの低下が、まあ、あるというところで、僕が皆さんにお勧めしたいのは、タイヤをですね、1インチって言ったんですかね、 25C の人は 28C、まあ、28C が皆さんにお勧めですね。あのフレームによってはクリアランス、まあ、タイヤクリアランスが、まあ、28C が収まらないというフレームも中にはあると思うんで、この辺はね、全員にお勧めできるかっていうとできない場合もあると思うんですけど、タイヤ、僕がお勧めしたいのはタイヤを太くして空気圧を、例えば普段、6.5 気圧で走ってるという場合は、この気温が低い時に関しては、6気圧まで落としてライドをするとか、まあ、6気圧より下げてしまうと体重によってはね、結構リム打ちしてしまったりとか、なんかそういうパンクする危険性も出てくると思うので、この辺はですね、皆さんの体重と照らし合わせながら、タイヤの空気圧、選ぶようにして、冬場、今言った通りタイヤをですね 28C
僕はですね、今回、オーストラリアの冬は 28C で乗り切りました。全然ですね、こう安心感が違いますので、特に山道とかをね走る方なんかは、濡れてる路面も多いと思いますし、そういったところ気温が低いと普段のグリップが得られない場合、通常通りねコーナリングをした時に、あら滑るとか、あグリップ感がとか安定感がないなっていうことをですね、身をもって感じている方っていると思うんですよね。なのでこの辺ね、僕のアドバイスを踏まえて、ぜひですね冬場のライドに向けてタイヤのセッティング変えてみてください。3はですね、泥除けですね。泥除けもですね、各メーカーから各種出揃っておりますというか出ておりますね、販売されております。そんな中で僕がオランダとかベルギーで、冬場のトレーニングをしている時はほぼね、あのウェットコンディションの中走る機会が多かったんですけど、その時につけていたのは、タイヤがですねフルでカバーされる SKS っていうね、ブランドから出ている泥除けなんかは、あの冬場のですねウェットコンディションの中でも全然こうお尻も冷たくないですし、すねの部分だけまあちょっとね水が跳ねてきて冷たいかなっていうぐらいで、それ以外はね全然こう問題なくですね走れるというところで、まあ泥除け、そのフルカバーの泥除けを装着するっていうのが一つ。あとはですね、まあ今回 GCN からもですねアースセイバーといって、まあ、GCN のオリジナルのデザインが施された、まあ、泥除けもですね販売されておりまして、こちらもですねつけるとやっぱりお尻の周りがですね冷たくならないので、特に冬場気温が低くなってきた時に、あの一つねつけておくだけで安心感が全然違いますので、これね、もう冬になったらもうつけっぱなしでいいと思いますし、これはですね、まあ、皆さんの好みに合わせて、まあ、GCN のオフィシャルストア等でですね、購入するのもよし、冒頭に言ったフルカバータイプのね、泥除けをつけるのでもよしで、よしだと思いますので、この辺はね皆さんのお好みでですね、選択して装着するようにしてみてください。その4はですねライトですね、ライト類。冬はですねやっぱり暗くなるのが早いですし、明るくなるのも遅いですということで、やっぱりライトはですね、今まで以上に、大事になってくると思いますし、使う時間帯がですね、長くなってくると思います。そんな中で僕が普段やってること、アデレードのですね、冬場、まあ、朝方とかねトレーニングしてると真っ暗なんですけど、その時にやってることとしては、こういったまあ、光量がある、まあ、1300ルーメンなんですけど、これはねそういった大きめのライトをまず一つつけます。だからこれをですねずっと、例えば3時間ぐらいのライドをしたいんだよねとかっていう時に、これをずっとまあつけっぱなしにしとくと、どうしてもね電池がなくなってしまうと。僕の場合だとやっぱり暗くなっているところ、まあ、真っ暗の場所を走る時間がですねやっぱり1時間半ぐらいあって、もうライトの光量としては全開にしてこう走ることが多いんですね。そういった時、これをですねいざ、まあ、ちょっとだけ明るくなってきて、まあ、フラッシュだけでいけるかなっていう時間帯になってきた時に、いざそれを使いたくなったとしてもですね電池がなくて、つけられないということがあって、僕はこういった小型の、まあ、LED ライト、小型、本当に小型なんですけど、こういったねものをですね、このライトのもう一個付属、まあスペアでハンドルバーに装着しておくと。これをしておくだけで電池がなくなった時の安心感がもう全然違いますし、安全からね皆さん、まあ僕自身もそうだったんですけど、守ることができるということで、まあフロントは二刀流にすることがですね、この冬場のライドにおいてはすごく大事になってくるのかなというところで、フロントのライトセッティングね、こういった形で大光量のものと小さい LED タイプのハンドルに装着できるもの、こちらをですね2つ用意しておくといいかなというふうに思いますので、こちらね皆さんに紹介させていただきます。はい、これ最後になります。最後に、これはね自転車のセッティングとは全く違う、ね、おまけの情報なんですけど、サングラスですね、サングラスのレンズ、今までねまあさまざまなメーカーからいろんなですね、太陽から目を守るレンズが装着されているサングラスあると思います。僕がですね冬場に装着しているレンズというのは、朝方暗い時でも見れるレンズ、そして、明るくなった時、太陽が昇ってきた時でも全く眩しくないレンズということで、まあ、変光調光のレンズ、まあ、少々ですね値段が張るんですけど、やっぱり
なんていうんですか、もうハイブリッドレンズといったらいいんですかね、もうどっちも二刀流で使えるというところで交換する心配もないですし、交換するときに傷がつく心配もないので、最初にね、うわちょっと初期投資結構値段張るなという、まあ、迷いももちろん分かります。ただ1回でそういった投資をしとくだけで、二度手間も省けますし、まあ面倒がですね減るというところで、サングラスのレンズは超光変光タイプの、まあ、色がですねすごくもうはっきりクリアからダークに、まあ、クリアからミラーに変わるぐらいの、レンズにですね変更しておくと冬場のライトは大変便利だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。さて皆さんいかがだったでしょうか。今回の動画、冬場に向けてのバイクのセットアップ方法ね、冬場は寒くなると体がね動かなくなってしまったりとか、寒さでね、バイクのセットアップがですね出ていればですね、安心してこう冬場のサイクリングも楽しんでいただけるのかなというふうに思います。今回の動画も参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。